グレッチ、アイアナタクです。今日はですね、4月30日発売のこのアイアナタック VS ナイトニング人を殺うか、この DVD をみんなで見たいと思います。曲紹介どうぞ。ほらー、思いしたマイナスイオンどえーす。ボーカルのボーカルのあ、腕田、ギターのキアです。おほう、ドラムのデンブです。はい、ドーキニえ、ボーカルの山美でございます。ボージュ、ベースのマスターのボージュ。じゃあ早速1曲目からいってみましょう。はい、いや、ワンマンはいいよね。このSE の時も盛り上がるんだよ。あれはもうつい黙って見ちゃうね。そうなんだね。だから最初はちょっと見ちゃうぞ、もう見ちゃう。すっごい音良くない？めちゃめちゃいいですね。いいよね。めちゃめちゃいいですね。俺これ来る前ガンマレーの見てきたんだけどさ、こんな全然音良くないよ。すごい音だ。映像作品の時とか髪短いバッドタイミングバッドタイミング。やっぱ渋いしね、いいね、かっこいいよね。涼しいしね。涼しいですね。あと動きやすいとか、あれすごいっすね。なんかただこれ、日本以外で着れないんだよね。あ、そうっすね。そうだ、中国人だと思われるから。そうです。会場がすごく狭く見えるんだよな、これ。あの柱があってさ。あ、来た来た絶対やるよこれ。ライトニングとかでも絶対やるよこれ。何の名残なんだろう。こうやって歌いながらだんだんこうやってやる。後ろとかさ、2階とかでも人いるのよ。それが映ってないのがもう悔しいね。ああ、そうですね。カメラが前の位置だったから。あ、これってさ、すごくアイアンアタックらしい曲だよ。そうですね。メジャーファーストの1曲目って感じだよ。ジョン・サイクス・ソード。そうそうそう。どういうこと？あの、ジョン・サイクス・ソード。こういうなんか一元でこう、2音で使ったのそうなんですよ。ジョン・サイクス・フレーズがあって、はい。それをよく、この辺で結構使ってますね。クライザネットがなんかよく見ましたね。ああいうのがわからない。あの時期の最初はそうですけどね。サーペンスアダス。あ、そうそうそう。だからそうですね。あ、そうか。この DVD タイトルも。わかんない。いや、いいね。これいいね。あ、そっか。これはあの音源通りの流れですね、ここは。あれ、いいね。アルバム通りですね、これですから。ああ、これね、そう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 。やっぱ走るのこれがベースで引っ張んないから、ね、そうですね、ただなんかやっててやっぱ楽しいですよね。そうだね、僕は。ケンセ君、今のキレキレキレだね。でもさ、あの楽器演奏者が肩にこうやって乗っかってくるのさ、あれケンさんめちゃくちゃあるんだよ、あれ。好きそうですね。いや、ケンさんなんか男同士の絡みをすごいやりたがって、すごいもう、一つのマイクで2つで歌う、あれももう、ほっぺがくっつきそうなぐらい、こんな感じなんだ。前、一緒にバンドやったけど、それやられてケンさんにこう、シュッって言ったことある。うつつきで、どうですか？この辺の入りとか、頑張れっすね。頑張れ。さ、よくあのアンガス・ヤングの顔で弾いてるやん。こうやってこう弾いてる時です。この時ってどういう流れで日本でやったんだっけ？別にツアー中とかじゃないんだよ。この1週間前にブレイズのあの清掃祭でしたよね。あ、だからフランス人率が高い。高い。だからそこは先週新宿からって。そうか、そういうことか。じゃあ別になんかやってなかったよ、特に。その前の半年ぐらい前だもんね、その前のライブって。10月の大阪が、あ、10月の大阪があるから。スイスのシオンでやって、大阪でやって、半年後だよね、これね。そうですね、大体そうですね。俺たち、あの、鉄劇三国志のレコーディングしたのってすごい、もっと早かったからさ。あ、早かったですね。でもこれリリース時期なんだよ、今のね。そうですね。そうだ、
出て2ヶ月しか経ってないもん。 PV 撮影も早かったですね。早かった、すげえ早かった。そうだ、 PV 撮影、突然撮影だった覚えがある。これ俺さ、あのライトニングでこの前であのスターダストやってるじゃん。スターダストやったよねっていうような話をユーマ君に振ってんだけどさ、いや似てるやつもいるもんですねって2回言ってる。流して何聞かなかったことにして、どう言うわけで、いや似てるやつもいるもんですね本当に。そういう設定だったのかって思って、別人ってことでやってたの。あ、なるほど。あ、今まで何言ってる、言ってましたね、なんか覚えが。そう、あー早いな、これ代表曲。早い、早い、本当に早い、激速だろ。こんな早い話だよ。早い早い、ライトニングの戦いエクサワンにすごい似てるんですよ、あのいつも来てくれるお客さんで、あの最初の代表曲のスパークだったんだけど、スターダスト見た時になんか新しい時代の幕開けを感じました。まあ、本当にその通りだったので、そこから全国ツアーでワールドツアーでやったんだけど、これの時にまた言われて、新しい、これが新しい代表曲だなって聞いた瞬間に分かったんです。聞いた瞬間にいいって思わなかった。名曲じゃないかな。俺も聞いた瞬間にいいって思った。よくだよ、よくできますね、みんな。みんなよくできるもんな。難しいよね、難しいっす。ここで弾いてんのにタラララが、そうそうそう、もう無理、そういうのが激しいっす。6弦の2フレットから1弦の21フレットに切り取るんだもん。そうそうそう。かっこいいな、かっこいい、ねえねえ、かっこいい。この青いこれが合ってる。そうだね。あ、確かにそういう感じも好きだと思う。テンション上がっちゃうな、これ聞くと。これさ、キンすごい、またやりたいな、テンション重ねてる。いや、キンすごい、テンションが動きがすごい。聞かない時間が長くていい。でも、いい食べ声です。うん、さあ来るぜ、あのブレイクが。おっ、あっ、ハイになってかい。なんで、ハイになってかい。よくハイになってかい。いや、これさすがですね、これは。この時の集中力をさ、あの8時間ぐらい続けられたらさ、東大入れるよね。そうですね。あ、はい、確かに。多分あの時だったら後ろから空き缶飛んできても分かるよ。すごい、誰も後ろ見てないやつ、すごいな、誰も後ろ見てないやつ、すごい。あの、新しく入ったドラマのケンス君を、あらら、ケンスです。喋んないから見れる。2013年の台湾公演が、台湾公演でデビューしたキラ君という話をしてる。あ、俺も一緒に喋ってましたね。デビュー地台湾、ケンス君は久しぶりのあれなんだよね。ああ、そう、デビュー地東京。ああ、ずっと東京でした。ほとんどの人みんなあれですね、デビュー戦みんな地方とかですね。そうそう、京都。そうそう、あ、津は九州。あれ普通、福岡。福岡ですね、そうですね。ていうか、有田橋最近デビュー戦、大阪と最近。有田橋自体はね、そうそうそう、大阪が最初。そうなんですね。だから、こうたくん、ゆうきくん、あのみんな大阪が最初。ゆうさんとかも。そう、あ、ね、チャイナマネー狙うどころかね。何深い関係になったね、中国は。あ、確かに。あ、そうか、この時、行ってもないのか。あ、行って、友達が行ってたの。まだライブやってない。ライブやってないんだ、今からじゃない。そう、サラリーとかルーターみたいなのか。あー。この曲も最近の曲なのに代表曲になったの。そうですね、これちょっと。しかし、日本であんまりやんないんだよね。あ、海外でいつもこれ。いつもやってる。海外で曲でよくやってる。そうそうそう。上海で受けてるから、あー、これ実際、この時毎回やりたいくらいだったよ。すごい、これだって、そうだ、これあれですよ、上海では思いついたよ。そう、なんかね、キャラクターセレクターの使い方うまいよね。あー、俺はもう感心するわ。スマートの5点でしたね。あれいいよね。あれでもやりやすいですよ、やっぱ。あれが最高だよ、やっぱ。やっぱレスポンスバンドってちょっと正直伝えづらいのかな。あれアスリートがちょうどいいですよね。何言ってんの、一番深くて言ってるけど、分かんない、分かんない。
ロックの上だ。めっちゃ歌ってるよ。いや、ケア君の芝を見て確認したりとかしてそうだったんすね。音がいい、飛んでる。音いいね。音いいっす。これ全部エアから撮ったさ、やつですごいよね。すごいっすね。このシンセの音が。いや、ほんとに。ミックスの時にシンセの音が別に渡そうかと思ったんだけどさ、全部このライブのレビューで。あー。超ハード。超ハード。激ムズ。激ムズ。名曲。名曲ですよ。かっこいいな。かっこいい。あれはあの、レッドブルーの冒頭だから、あー止まらんすね。そう、それを超人が、あの、頭を助ける。あー俺、ちょっと大好きだし、ね、そのようなやつよく言った言葉が知れない。そんなことはない、笑ってるよ。笑ってたよ。自分の出回りだったら、なんか、いいよ。僕の出回したでいい男が、あの、衣装を買って、で、わからないか、いっぱいな。乗りつっこみたいな。ああ、何俺左手にアイアンって入れてる。おおおお、え、すごい。全員何か書きましたっけ、この時。この時は書いてないけど、普通さんだけだった。昔あの横浜でやった時、全員あのサッカーってやって、これはキラカルガモン。カルガモンだったんだよ。カルガモン全員でやって、こうやってやったって。あ、やってました。あの時ギガさんが叩かれたから、ギガさんもギガって言った。違う。アルバム良かったな。サウンチーズだよ。今の佐賀さんの声なの？あー、よくやります。もっと見なきゃ。俺初めて見たわ。そうだったんだ。よくやってた。よくやってます。あの、右手開いたとこっち伸ばして右手開いてるときは、佐賀さんはじゃあその時こうやもん。そうそれ。あの、キラ君はこうやる。キラってやってる。やってる。何回もやってますね。え、それ違うか。いや、別に何もしてない。多分無意識で。俺右じゃなくて左が開いた時にこっちでこうやってこうやって。ああ、これ誰の真似なんだっけな、最初。これもう一皿。いや、そんな顔してみてるよ、この顔。この顔必死な顔してんな。あ、そうだ、これメガデスのベースドラムのソロパクった。へぇ、いいですね。ノープランス、ほとんどこの辺は。へぇ、そうなんですね。ノープラン、完全アドリブですか。そう。へぇ、それ上手い人に。上手いこれ DVD なんて良かったね。なので頑張ったと思う、我々。いや、これいいじゃないですか。やったけどさ、ね、やったやった。タイムです。これあの明けです。2回目の。ああ。2回目の劇選手をやって、そうだそうだ。ああ、みんなだってもうちょっと客の配列変わってるもん、テンション。あいつ最前にいなかったじゃんっていうような。確かに。あ、おお。誰らが、我らが、なかなかええ男が出てきたよ。わてが、本当にどうや。今から放出するエナジーを皆さん、このヤマビーさんがいつも MC で言うワードがいくつかあるんですけど、ここでいっぱい使ってるのが面白い。放出エナジー。そうそうそう、大丈夫。赤壁。おー、赤壁だ。偉大な曲。すごい、英語で言うとレッドクリフだよ。あー、そうですね、もちろんですね、レッドクリフ、レッドクリフ、レッドクリフ、ほら、かっこいいですよ。ありがとうございます。いいね、照明が真っ赤だね。本当だ。いいですね。
南東の風が吹いてるって。なるほど。またこの曲でやることあったら俺はコメのうちわ持ってたよ。あいいですか。今あれですよ、あのコメの持っていただいたうちわ、ちょうどあの服買ったじゃないですか。服の横に今飾ってます。すごい、山口さんのために作られた曲のような。そうじゃない、そうじゃない、逆ですね、逆ですね、逆ですね。この歌いやすいです。歌うサガメだったかな。いやー、ここいいっすよね。ジャズっぽくなりますね。ここでさ、あの映画だと展開するところなんだよね。そうね、うん、これ流せるところなんだよね。ドローン使うところだよ。死にに行くとこだよね。そうね、中村獅童が死にに行くとこ。あ、そうそれだ、それで。このブレイクで山口さんが今日は灰になってくれたよ。面白いじゃないですか。灰類やね。僕に長くとってない。長くとって。長くとって。誰だってそうでしょ。そうだって。こっちから消えるみたいな。ありがとう、あの山口さんです。で、ね、確かに。まあ、あー、プロっぽい。プロっぽいって何ですか。帰って行って帰れないテンションって皆さん分からないと思いますけれども、どうかそれ想像ながらそのテンションをね、考えていただきながら、シミュレーションしていただきながら次の曲、異様なテンションでお願いします。よろしいですか。何テンションやったら。こういうことですよ。いつもこういうことですよ。なんじゃ、あの妙に声通り過ぎじゃないですか。いい声だから、そうですね。ラジオ実験を赤すぎ、あー、これは盛り上がりますね。最も頑張れが出てる曲ですね。隠そうともしてないというか。逆さの抜き、珍しい。俺らがいないから。ダイヤみたいな。ダイヤみたいな。これはよくやってる。いや、今最高です。ちょっとマイケル・ジャクソンの動きに見えた。ヘビーメタルでマイケル・ジャクソンの動きに見えたけど、知らないですよ。ちょっと今言われた挑戦って顔しますよね。実はですね、これ理由がありまして、あの一生懸命歌詞を忘れないように思い出してるんですよ。それが焦点顔になっちゃうんですよ。そうなんですよ。あ、そんなんだったっけ。サガさんの抜きがいっぱい。サガさんの抜きが高すぎる。こら、ここがすごく頑張れやんだけど、俺たち。そうですね。ここもすごく頑張れっぽいよね。確かに。初期だよね。そうですね。リングフォーツモローって感じ。そうそうそう。あ、なんかこういうところが。この曲ってあとどこでやりました。この前の上海でもやりました。あ、上海でも、上海観光が人気高いですしね。ドイツでもやりましたね。やりましたね。そうですよ。ねえ、ヨーロッパ懐かしい。もう懐かしいなんですね。来月に来てる。もう来月の話ですね。そうですよ。いいね。いいですね。おぉ、あ、私、あ、あれだ、なんか緑の服着てくるやつだ。緑の服、これほんとね、なんでムチムチしてる。最近やってないですよ、これ。やってないんだよ。確かに久々にやりたいです。いや、確かにね、わざと売ろうとしてる。一番最初の代表曲これだもんね。そうなのよ。いつも1曲目これ。あ、昔はバイライトアンダーワールド取って代わられてしまったから。ああ、そうですね。つむじわかります。自分のわかんないです。私つむじここにあるんですよ。えー、えー、
ほぼ。そうだ。そうだ。懐かしいね、この曲なの。これでも最初覚えるのすごく大変だったんだよ。ドイツでもやってないんだっけ、この曲。どうやって、あの子はね、やったんじゃないですかね。すごいです。ドイツは2ベース。あ、じゃあやってるね。1時間半ずつ2ベース。すごい。あ、そうでしたね。そうそう。海外のツーベースとかさ、1部、2部ってあるよね。ありますね。ありますね。タラントそうだね。タラントそうですね。あの午前と午後とか、午前と午後で。そうそう。リハがめちゃくちゃ早いよ。朝9時からリハとか。あれすごいっすね。めっちゃ長かったですね。そうなんだよ。ここジャンプ忘れたよ。盛り上がるね。すごい。すごいね、パンチがしてるんだよ。桃井さんと同じなんか不思議なあれなんですよ。そう、絶対バースが見えなくていいんだけど。ここのフレーズさ、あの、ゆうきくんが言うにはさ、アイアンメイデン風っていうんだけど、俺の中ではこれはインフレームスっぽいなと思って。ああ、なんかそうですよ。ここちょっとその話になりましたよね。それが入った頃に、何っぽいっすね。その方がっぽいっす。このソロって最初から最後までずっと羽織りっぱなしなんですよ。そうですね。ライブをやることを想定しないで作ってたから難しいと思う。最初なかなか慣れようとする。大変そう。いや、大変そう。合わせていく。いや、そのこのアルバム作った当時にアイアンアタックがライブする日が来ると思ってなかった。あー、なるほど。フルメンバーの次の代表曲が私のこれだったんだ。これの題材になった千年幻想郷の曲をなんかちゃんと曲で表現してくれってことで、すごい複雑な曲になっちゃって、すごい構成考えて作ったんだよね、この曲。これいつも何も考えないで作るんだけど、この時はこう紙に書いて、なんかさせなかったんですよ。あ、映る映る、僕それだよ。あ、ちょっと2階席映る感じ。ちょっと映る、映る、映る。もう一回今度は元帥で。いいよ、これだけの理由。元帥シーケンスラ、これかっこいいね。伝統に伝統に伝統シャープナイズになってかっこいい。かっこいいですね。こんなんやめますよ。そうそう、やっとかっこいい。ちょっとやっとかっこいいよね。これなぜ俺たちのアップかというと、間違えてるから。なるほどなるほど。いや、なるほど。ありがとうございます。弦楽器あってよかったですね。これがライブってもんだよね。そう。いや、頭とか真っ白だったな。俺この終わり方すごく感じる。このライブバージョンかっこいい。かっこいいですね。この本編のラストじゃん、これ。ラストにふさわしいなと思うんだけど、今年のライブだとこれさ、これの後にさらに、なんだっけ、トワイライトが、そう、トワイライトがありますね。はい、意外なやつ。ああ、何よ。じゃあ、どう入ってたの。何秒もしてない。俺、何を考えてあなたから分かるの。豆腐のね、美味しい。あ、これいつも熱水から豆腐する。そうそう、これがアンコール。アンコール、うん、アンコールはいつも熱水。もうこれ一つ安心しますね。うん、始まる感じするよね。やばい。お客さんも大変だ。リカは手取りを確認して手取りを確認して手取りを確認して。あ、これはさあ、これはミカがガッツリにするやつだな。わあ、いいな。おー、たまんない。あー、これか。大ピンチ。いいね、いいね、この人。いいね、いいね。
やっぱこれかっこいい。ファイアアタック知る前からこの曲だけは知ってた。あドラマチックだよね。上で兄貴を突き見せたのに。このサビはベース弾いてて楽しいですね。ハーモニックファイナルのベース弾くのが結構久しぶりだよね。ハーモニックファイナルの時ってフリージャンモード弾いてる。あ、そうですね、俺結構フリージャンモードも一緒に入れてますね。だからパーフェクトピクセルの色だから、でもあれにちょっと近いもん。ああ、みんなちょっと近いもん。サカさんが隣にいる。サイ俺ギギ選手 T シャツがね、ちょっと体型がかっこよく見える効果があるからね。そういうこれを見た人が買ってくれるかもしれない。まだありますよ、まだありますよ。しんどかったね、これ難しそう、これ難しそう、難しそう、難しそう、冷や汗が止まんないですよ。おおー、来た。サイサイサイ、ラクサさまにペンギンみたいな顔してるよ。ペンギンみたいな。いいね、お客さんを見る。今の2回蹴り入れるのはすごいですね。アンコールってなんかね、盛り上がるんだよね。あ、盛り上がりますね。それこそ終電逃した時感があるんだよね。あ、踊ってる。あれは左右にステップを踏んでます。なんかすごい激しく踊ってる。ギギンなむつよ。おお、坂さんの向きがたくさんある。ゲンスがしゃくれてるのがいい。しゃくれてるフィルをしゃくれながら。これを見てちょっとやめようと思って。見てたら感情入ってた。それまで自覚なかった。感情入るとしゃくれるの。みんな楽しそうだね。楽しそうだね。やっぱバンドに一人縄文人がいるといいね。縄文人今までチェーンソーみたいな声だね。あーすごい。そうね、現代的な背景ではないね。ここからアンコール早いから。あ、そう、うん、あ、そうだ、着替えないから。どうすか、どうすか。今さのアクションかも。なんだろう。キラ君ってパワーコード押さえるときって2本だけなの？全部押さえてるの？2本だけですね、俺。あ、そうなの。小指と人差し指ですね。あ、ほんと？はい。小指？はい。あ、小指だよ、みんな。あの、こっちの少数派。マミさんのさ、三国 T シャツ、私が着ちゃったのよ。あ、そっか。なるほど。テンション上がってますね。めちゃ上がりくる。来ましたよ。いい男。よしか。ここから残りが重くなる。これ、ダイジェストにもこれ置きます。ここがね、お気に入りらしいのよ。この変な踊りが。この後も。この後の。踊りというか。懐かしいな。これ本当、坂さんの入った時の京都をすごい思い出してますね。これのツアーだったな。そうですね。あ、そっか。ここからでしたね。いいな。気抜いてやる。黙る。あ、ブレイブハーツ終わりかと思ってたけどね。ありがとうございました。おお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 
わぁ、何これ当日来たお客さん、ちゃんとあのこう書いて出してくれた人みたいな。おぉ、だからこれ見てると面白い名前がいっぱいあってね。外人の名前がやっぱちらほら、すごいですね。これあのテスタメント来てたの。テスタメント来てたの。そうなの。テスタメント来てたの。すげえ、すごい。ガンジー王将って誰か。マザーテレサとか来てたの。ハウトメックスリーはマザーテレサだけ。マザーテレサだけ。ロバート・パーカー・ジュニア。セクロス。セクロス。やばい。アンモゼとかアップル TV。 まあそんな感じで、じゃあボケちゃんのハンバーとウルタマンフェットジャム。じゃあそんなわけで、あの、はい、4月30日よろしくな。イエーイ。